うちは TK です。どうも皆さんこんにちは。早朝です、今、はい、早朝です。皆さんおはようございます。今日はですね、 NBI クリアランスというところに来ております。 NBI メインオフィスです。 NBI メインオフィスに来ております。すっごいローカルなところに来ておりまして、道は映せないんですけれども、下を見て歩かないとブローカルな場所ですね。今日もいい天気に恵まれて、それでは行きたいと思います。私レシートを持ってなくて、すごく係の人に怒られました。来なかったらあげないぞって言われて、ご迷惑をおかけしました。受け取るにはレシート必要ですよって、ここのボードにも書いてありますね。レシート忘れました、すいません。はい、もらいました。すごく怒られました。ご迷惑をおかけしました。では帰りましょう。前にマクドナルドで朝食を取りたいと思います。マクドが好きです。ローカルな街並みローカルな街並みローカルじゃん。中心ですけど、ちょっと 裏通り。中心の通りです。はい、裏道は舗装されてます。工作業は結構進んではいますけど、まだまだ時間がかかりそうな感じです。前ぐらい遅いと考えてもらえるの知らんと。まだ調子乗って下が無理。あやらの周りはビルばっかりですね。行きましょう。あまりにもハッシュポテトが欲しすぎて2回行きましたね。そうです、2回行きましたけど、ね、2回とも見えてるのにないっていう。なぜなんだ。今日はちょっとそのリベンジに行きたいと思います。朝の朝マックのはい、メニューは日本と似たような感じですね。はい、ハンバーグとかチキンとか頼んだ時にご飯がついてくるみたいな。ブラッシュバーガ
ナイフで食べたりとか。そうですね、フォークとナイフで食べるんですよ。スタバにやってまいりました。ですね、今私カフェラテを頼んだんですけれども、なんとですね、1杯無料サービスが当たりました。今登録も終わりまして、次回1杯無料になります。なんと、ラッキーミーでございますね、私。はい、今日はついてる日ですね。そうですね、レシートは向こうで忘れてしまいましたけれども、今日はついてる日ということで、今日一日楽しんでいきたいと思います。カフェラテから始まる一日、最高です。ありがとうございます。バイバーイ。ちなみに私はお釣りを10ペソ間違えられまして、10ペソ足りないよって言いましたら、はい、あ、ちょっと待ってちょっと待ってと言って5分以上待たされました。ラッキーラッキー。そうですね、後ろの女の人はちょっとキレてましたね、はい、並んでるちょっとね。お釣りはちょっとフィリピンではよく間違えられることが多いですね。そうですね、ですんで、レシートを必ずもらって自分の買ったものと払った金額、そしてお釣りを必ず確かめてください。本当にスターバックスだけじゃなくて、スターバックスでも間違うぐらいなんで、他は容易に間違えるということが、皆様すごくお分かりいただけると思うので、必ずレシートをもらってお釣りを確かめてください。はい、はい、お願いします。